日はご来場いただき、ありがとうございます。今日はオープンサロン、ICC オープンサロンといたしまして、スタイムアット ICC という、テーマですね、お届けしたいと思います。スタイムというのはですね、オランダはアムステルダムの拠点に、1960年代から、音響のアーティストとか映像のアーティストと一緒にですね、パフォーマンスのためのツールを作ったりとか、その自作のオリジナル楽器とかですね、ソフトウェアをその開発する電子音楽センターとして、知られているセンターです。ICC でも、スタイルにゆかりのあるアーティストとしてですね、スタイナ・バスルガというビデオアーティストがいるんですけれども、彼女のその個展、ウッディ・バスルガーさんとのその個展を98年に開催しております。映像のソフトウェアを使ったインスタレーションなどをその時は公開してたんですけれども、今回そのスタイルのですね、メンバーの方々をお迎えして、レクチャーをお届けしたいと思います。このスタイルのイベントですけれども、先だって、この今日、登場していただくスタイルのメンバーの方々が、コンサートと、あとワークショップを、すでに開催、しております。コンサートの方はですね、玉美術大学の久保田博さん、あと、スタイルのレジデンスアーティストであった、足立智美さん、あとは、坂田明さんとかですね、ゲストの方をお迎えした、コンサートが、行われたんですけれども、また、その、前ですね、その前に合宿をしてそのワークショップを行うという、皆さん参加された方と一緒にですね、スタイルのメンバーとか合宿をしてその、インタラクションワークショップというのを開催したんですけれども、このレクチャーというのはその、最後の、イベントになります。コンサートも気になった方もいらっしゃると思うんですけれども、そこで、いろいろこう、これはどういう仕組みなんだろうとか、いろんなこう疑問に思われた方もいると思うんですけれども、それが今日、解説されるのではないかと思います。また、今日はですね、レクチャーだけではなくてですね、そのソフトウェアとか、その開発のシナリオ楽器のデモンストレーションも一緒にやっていただくことになっておりますので、そのコンサートをご覧になっていない人も、ちゃんとその辺ご理解いただけるようになっていると思います。今日はプログラムといたしましてですね、今日登場いただきますのは、そしそしとお願いいたします。ちょっとこう長い感じになると思うんですけれども、それぞれこういろんなこう面白い出し物といいますか、面白いこうプレゼンテーションがございますので、ぜひ通してお楽しみいただければと思います。それではまず、最初に DJ スミスさんのプレゼンテーションをお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、スタイムでアーティスティックディレクターを務めている兄さんの中尾します。まず始める前にですね、今回お呼びいただいた ICC の皆さんと、あとともにこの一連の企画を一緒にオーガナイズしてきたナヤコレクティブ、それから玉美術大学の久保田教授、それからアーティストの足立智美さんに改めてお礼申し上げたいと思います。こういった形で一つのオーガナイゼーションをまとめて日本で紹介できるというのは非常に稀だと思いますし、僕としても非常に嬉しく思います。で、今日はまずスタイムの概要をご紹介し、あとその、今までの作ってきた作品や、参加してきたアーティスト、その歴史の流れを紹介して、そしてその後に僕が主に関わってのハードウェアの研究、それからコンサートプログラム、そして最後にアーティスティックディレクションについて話し、そしてさらにその後に僕 の, パフォーマンスする時のライブのセットアップについてのデモンストレーションしたいと思います。まず最初のスライドなんですが、これはスタイムの所長をしておりますミシェル・バイスリッツという方の70年代後半の写真なんですが、そこに見えますのがクラップルシンセというスタイムで開発したすごくユニークなシンセサイザーの
写真です。まずサックスタイムファンデーションというのは、アムステルダム、オランダのアムステルダムになりまして、オランダ政府とアムステルダム市の文化女性のもとで運営しています。現在スタッフが全員で9名いて、で施設としてはオフィスとサウンドスタジオ、アトリエ、それからハードウェアとソフトウェアのラボ、そして、アーティストがレジデンシーを来たときに泊まれるゲストハウスがあります。後ろに薄く見えるのが入り口の2階に上がったところの写真です。で、主な活動内容なんですが、アーティストインレジデンスプログラムがあって、これは後でロバートが詳しく説明しますが、それから音楽インターフェースの研究開発、それからコンサートプログラム、あとワークショップ教育プログラム、これはいろいろなソフトウェア、スタイムで作っているソフトウェアだけじゃなくて、例えばスーパーコライダーですとか、PD ですとか、イザドラといった、同じ分野の中でよく使われている、もしくは、アーティストの人たちが興味を持っているソフトウェアのワークショップを先生を招待して行ったり、それから子どもたちを招待して、そのインタラクティブな楽器などを使って教育プログラムをやってます。それから最後に今回みたいにスタイムアーティストによるレクチャー、学会発表、ライブ演奏という活動をしてます。スタイムの割と面白いところっていうのは、スタッフ、ほとんどのスタッフのメンバーはもともとはアーティストだったり、現在も自分で音楽を作ったり演奏したりしている人たちが主なので、こういった形でワークショップをして発表もして、さらにコンサートをするっていうのは割といい感じになります。さて、スタイムの始まりなんですが、もともとは1967年にピーター・シャット、コンラッド・ボーマー、ヤン・ファン・フライネ、ミシャ・ミンケルベルグ、ルイ・サンデルセン、ライン・ベルト・デルーイ、ディック・ライマー・カスラーという全員音楽家、これは名前を見るとオランダを代表する、さまざまなジャンルでオランダを代表する今では大御所の音楽家たちなんですが、彼らがその電子音楽をいかにスタジオから出してシアターやライブ演奏に使えるかを研究するためにグループを発足されました。で、その一つの結果が翌年に電子オペラリコンストラクティという、今で言ったらマルチメディアオペラみたいなのためにモジュラーシンセシステムを開発しました。で、その結果公演も終わって、そういったいろいろな機材が残ってたので、それではそこでその作ったものを他のアーティストも使えるように、他のアーティストに提供して機関として教育する場所として、オランダ政府にちゃんとしたオーガナイゼーションとして設立をし、そこでオフィシャルなスタートは1969年になります。それでそのメンバーのうち、代表的なというか非常に影響力のあった人としては、ミシャ・メンゲルベルグというオランダのフリージャズのかなり重要な方がいるんですが、彼はエリック・ドルフィーですとかハンデリックとともにオランダのフリージャズシーンを引っ張ってきた人なんですが、彼はそのグループの中で代行してという形で一応のそのスタイルのプレゼンテーションを約10年ほどしてました。そしてもう一人、もっと作品というかテクノロジーに対する考え方ですとか、その哲学的な部分に非常に大きな影響力があったのがディック・ライマーカスという、これもオランダの奇才といいますか、海外であまり知られてないんですけど非常に重要な電子音楽の作曲家があります。で、彼の場合はデンハーグに住んでまして、その最後には定期的にはあまり来てなかったんですけど、所長のミシェル・ワイスリッツは彼に指示をしていた時期もあり、非常に
影で大きな影響力を持ってました。で、彼の作品なんかはその炎とマイクとスピーカーを使ったフィードバック の作品だったり、それからマイクが、マイクを、物理的に破壊することによってそれの音をそのまま作品、その過程全体を作品にしたり、そこの下の写真はサンにマイクをつけてそれの音がそのままお客さんに聞こえるという作品でしたり、それから、左側ですね、はマイブリッジの、ストップモーションの写真を再現する、作品で、これは男性が体に電気体のバイオシグナルを疲労センサーをつけてまして、それがそのまま音に変換され、非常にゆっくりしたスピードでステージの端から端まで自転車を乗るんですけど、その過程が、疲労とかその汗ですとかそういうもので最終的には非常に大きなノイズのサウンドスケープが完成するという作品です。ただこうした人物がいる中で、やはり非常に大きな役割を果たし、そして、今のスタイルの形を確立するのが現在の所長のミシェル・バイスリーズさんです。彼は1973年あたりからスタイムにクライアントとしてスタイムに出入りし始め、スタイムのエンジニアの人たちと自分の楽器のアイディアを共に実現する活動を始めました。そして1981年に正式にディレクターという形で進化します。この写真に見えるのが、彼が70年代前半に使っていた楽器で、2つのオープンリールのテープレコーダーを使って、でプレイヘッドを、テープのプレイヘッドをテープ手で持ちまして、で足のフットペダルでテープを動かすという、でそのテープヘッドでは録音も再生も両方にするという、今で言えば、リアルタイムサンプリングみたいなことを70年代の初期に行ってました。で、バイスリッツ氏がスタイムに来て非常に大きな影響の一つとしては、やっぱり楽器デザインと開発というものがあります。で、本当にこれが今でもスタイムを特徴づけるメインの活動だと言ってもいいと思います。でこれが初期 のミシェルが、来る前 の最初のグループ のエンジニアの人たちのために作ったスタインブロックブラックボックスシステムというモジュラー型のシンセで、これも当時としては非常にユニークだったらしく、温度センサーを、導入して非常に安定性のあるオシレーターですとか、非常に特徴的なリングモジュレーターとかフィルターが、付いてたそうです。スタイムの地下にはこれが3台か4台ぐらいあるんですけど、多分最後の音が出たのは15年前とか20年前とかと聞いてます。でミシェル・バイスリッツがスタイムに来て、最初に作ったのがクラックルボックスという非常に代表的な、シンセでして、これはミシェルがそのシンセサイザーという当時新しい楽器というものがキーボード、鍵盤という古いインターフェースにとらわれているということに、非常な不満を持ちまして、もっとダイレクトな形で電子音楽をコントロールできないんだろうかっていうのを考えているうちに、シンセの裏を外して電子回路に直接体を指を当てたり手を当てたりすることによって音が変化することに気づきまして、それをじゃあ楽器にできないだろうかと思ってデザインしたのがこのクラックルボックスとクラックルシリーズですね、という一連のシンセでして、これどういうふうに動くかっていうと、銀色のパッドみたいに見えるのが、サーキット中の電子回路の空いてる部分で、そこにこう指や体を、で触ることによって電気が体の中を通り、その回路を完成させて音が鳴るというものです。でクラックルボックスっていうのは、今でもつい最近までも作ってまして、確か4000台ぐらい、世界中に、
まあ、ディストリビューションされてるそうです。でこれが70年代の後半に一般のミュージシャン、他の人たちにも、まあ、もうちょっと本格的な楽器として使ってもらうためにデザインしたクラップルシンセです。でクラップルシンセやクラップルボックスの特徴としましてやっぱり直接回路を触ってますので電池で動くということが基本になってます。やっぱりメインの電源につなぐと感電する恐れがあるので基本のデザインは必ず電池で動くので、まあ、非常にモバイルな楽器だと言ってもいいかもしれません。そして、1980年代に入るとMIDIが登場します。でMIDIの登場によってそのコンピューターやシンセモジュールをコントロールするためのインターフェースっていうのの、デザインが非常にしやすくなりました。そこでサインが開発したのがセンサーラボというミディコンピューターなんですが、これはいろいろなセンサーをつなげることによってそのセンサーデータをミディに変換して音楽ソフトウェアなり、シンセモジュールをコントロールできるというものです。でさらにこのセンサーラボが非常に重要な役割として果たしたのがその当時まだ新しかったそのアーティスト自身がセンサーデータをいかに使うかとかいかにどのような機能に振り分けるかっていうそのマッピングという考えをいち早くその創作の一つの一環として、まあ、アーティストが直接その時点から関わるという、まあ、今では割と当たり前になってきましたがそういったのもいち早くこのセンサーラボを通してアーティストたちに紹介されました。でそのミディコントローラーなんですけどいろんなものがいろいろな作家のために作られこれはクレダンスバルドのために作られた、まあ、フェーダーボックスみたいなんですけどフェーダーの代わりにあそこには360度回るホイールがついてましてでそれで、パソコンのソフトをコントロールするというものです。それからこれはレイエドバーの、スウェットスティックという棒状のコントローラーで、まあ、曲げたり指先にスイッチがあったりしてコントロールするものです。それからジョン・ローズというオーストラリアのバイオリン作家、バイオリン奏者が作ったミディ棒、これもバイオリンの弓にいろいろセンサーをつけて、まあ、音をコントロールする。それから宮正岡さんの、レーザーコトですとかラティシャ・ソナミのレディーズ・グローブというさまざまなインターフェースがスタイルで作られるようになります。でまたもうちょっと普通のコントローラーボックスといいますかそういったものも多く作られました。でその中でもやはりまた代表的で重要なのがミシェル・ワイスリッツのザ・ハンズという楽器です。でこれもこれは 3世代目バージョン3なんですが後でビデオをお見せします。基本的には両手にこの2つ の, 楽器を取り付けてそれでその間の距離を超音波センサーで測ったりそれでスイッチによってサンプルをトリガーしたりする楽器です。でこれはレオン・テルミン博士の際の晩年に訪れ配置しているところです。でこのザ・ハンズという楽器のために開発されたソフトがありましてそれがリサというライブサンプリングのためのソフトでこれも1996年あたりに開発された当時としては非常に早い時期に現れたライブサンプリングのソフトウェアです。でこれを書いたのが僕の後に出版が発表するフランク・バルデという方でこの前についてはより詳しく説明すると思います。でちょっとビデオThank you.
とクラックル申請なんですが、非常に重要なポイントとし僕が思うのは、ミシェル自身ラハンズのデザインが、決まったのはもう二十何年前で、それからあまりデザインを変えてないそうで、彼の中ではやはりその伝統的な楽器がその宿徒のある技術なり表現性を得るためにはそれなりにこう練習したり経験を積まなきゃいけないと同じように新しい電子楽器も練習してでそのある程度 その技術というものの表現性を獲得しなきゃいけないっていう考えのもとでこの25年近くずっとほぼ同じセットアップで、まあ、サンプルするトリガーするサンプルは変えてるんですけれども、まあ、ひたすら同じセットアップ同じデザインで演奏してきたっていうのがあります。それで、その楽器デザインの結果生まれたさまざまなものっていうのがその他、演奏っていう形だけじゃなくてインスタレーションですとか70年代オランダで特に盛んだったそのエクスペリメンタルシアター、というものにも多く使われるようになりました。これはミシェル自身も70年代というのはこういう場で活躍してましたし先ほど見せたビッグライマーカスっていう人もそのシアターっていうフレームワークの中で活動をよくしていました。でこれは、ミシェル・バイスリッツと、マルテン・アルテナーとスティーブ・レイシーというこのまたフリージャズの方針の方たちなんですけど彼らを呼んで、こういう、いろんな電子器具、電子楽器が散りばめた、自分のリビングルームの設定で、みんな朝食、朝起きてきた格好で演奏するという、当時いろいろチアターの作品にはその政治的なメッセージっていうのも強かったそうです。それともう一つの大きな流れとしてはそのインスタレーション美術館やその子どもたちのためのインスタレーションっていうものが作られるようになりました。で例えばこれはクラックルティーセットといって先ほど見せたクラックルボックスやクラックシンセットと同じ原理なんですけどそのサーキットを電子回路をつなげる部分っていうのが、カップとそれからティーポットの中に入ってまして水を注ぐことによってそこで回路がつながって音が出るというものですね。でお茶の注ぎ方によってまたいろんなパターンですとかいろんな違う音が出るので非常に子どもたちに人気があったそうです。まあ聞く話によると絶対こういうのを置くとそのメインの回路の方にお茶をかける子どもたちが絶対いるそうで、またでもそういう子どもたちが実際に壊れるときにどういう反応をするのかとかそういう意味でも非常に有用なテストケース、テストスタディができたそうです。で左側に見えますのが、同じようないろいろなクラックルオブジェクトを部屋中に散りばめて例えば電話で受話器を出るとそこで、耳と、口のところで回路がつながって音が出るものですとか、椅子の中に音が出るものが仕込まれてて座ると音が出るとか、そういうものがいろいろ作られました。で、その結果クラックルファミリーという理想の家庭像っていうのが見えたりして、でさらに、80年代に入ってそのミリが紹介されてで今度はそのコンピューターを使ってコンピューターをコントロールするためのインターフェースという形ができた時もインスタレーションという形でいろんなものを作りました。でこれはザウェブという楽器で、基本的にはバネ付き のスプリングセンサーフルセンサーっていうんですかね引っ張ると抵抗値が変わるセンサーを使ってそれに紐をくっつけることによって一つを引っ張ってそこで微妙な違いによって音をコントロールすることもできるしまとめて何本も掴んで一定に動かすことができるっていう非常にユニークな。それと同じ原理で、様々な形にして部屋中に置いたり、それからこれは
まあ、伝統的なキーボード、鍵盤っていうものが、質感だったり形っていうのが、の統一性っていうのが前提にあると思うんですけど、それではその、質感とかその形を全部変えてみたら、それは演奏にはどういう影響を与えるんだろうかっていう、まあ、ちょっと遊びも含めたアイデアの作品、インスタレーションでして、ザラザラしたものとか、ちょっと触りたいものとか、まあ、あんま触りたくないようなものをキーボードにつけて、インスタレーションしたものです。で、90年代の後半に、ビデオ の, ソフトウェアも作られました。これも後でうまく話しますが、それを使った作品も、まあ、今では一般的になったこういうテーブルトップのインスタレーションというのも作られて、これは3人のジャズの奏者の形をした人形を動かすと、それぞれのパーツの位置に、それぞれの人形の体の位置によって、それぞれのパートの演奏の速さですとか、コード進行とか変わるというものです。で、これらのインスタレーションの現在形っていうのをモバイルタッチという一連のサウンドオブジェクトを集めたもので、これもまた後でフランクが話します。さて、僕が関わってますスタイムの、研究部門についてちょっと話したいと思います。スタイムの R&D リサーチ&デベロップメントっていうのは、音楽ソフトウェア、ハードウェアの研究開発、楽器インターフェースデザイン、それとアーティストサポートっていうのをやってます。ハードウェアのスタッフはヨーヘン・ブリンクマンと僕、それからソフトウェアのスタッフというのはフランク・バレデーと、現在インターンのサスキア・デデンバッハという方がいます。後ろに見えるぼちゃっとしたのがハードウェアの部屋です。で、まあ、80年代以降スタイムのハードウェアの研究の中心というのがセンサーインターフェースになります。そのセンサーからのデータ、情報、我々が住む現実世界の情報をいかにコンピューターに伝えるか、どういった信号に変換して、コンピュータープログラムに伝えるかという、研究が中心になってきました。で、そこに見えるのがセンサーインターフェースの歴史みたいなもので、まあ、黒いのが一番、黒い箱の上に乗ってるのが一番古いやつで、一番初めに見えるのが最近研究しております。で、実際僕も2年前にスタイムからスタイムに加入した時には、こういったジャンクションコアという、USB 経由でセンサー情報を伝達するインターフェースというものを研究してきました。ただ現状としては、ここ数年のうちに本当に多様な、いろんな世界中のいろんなところからセンターインターフェースっていうのが登場しまして、こういったセンサーを使って音を動かすですとか映像を動かすっていうのが一般的になってきました。そういう意味ではある意味スタイムでこういったプラットフォームを作るっていう使命っていうのはある意味達成されたと思います。で、またそのセンサーなどを使ってどういう用途があるのかっていうこともやっておりまして、これはアーティストが指先に、小さなジョイスティックと、それから押すという動作と回すという動作、それぞれに指先でコントロールしたいという要望があったので、いろいろリサーチして、こういう片手に収まる形にプロトタイプを作ってアーティストに渡しました。それから上がスタイムで使っている超音波センサーのボードのデザインですとか、インスタレーションでボタン1個だけが欲しいという方がいたので、その中に USB のコントローラーを埋め込んで、それをコンピューターにつなげるようにしたり、それからフィットペダルをコンピューターにつなげたいという人のために、フィットペダルから USB につながる小さな箱を作ったりしました。それでもう一人非常に重要な方として、ヨヘン・ブリンクマンという楽器デザイナー、楽器ビルダーという人があります。で、彼の仕事っていうのは、スタイムの非常に重要な役割としては、その楽器っていうものの大前提として、やはり
信頼性の高いもの、耐久性のあるもの、ステージで壊れないものっていうのが大前提になります。そこでこういったセンサーなどは買った状態でワイヤーをハンダ付けしただけではやはり壊れやすいので、それをいかに丈夫なものにするかというところで、このヨルヘンっていうのはスペシャリストです。これはフレックスセンサー、曲げセンサーなんですが、それを、いろいろ、圧縮チューブなどを使って、固めて、で下に見えるのはその先に、オーディオとかで使われるステレオミジャックを使って、より信頼性が高いものにします。これもその例ですね。またよく行われるのが、既存の売ってるようなコントローラーを中身だけ取り出して別の用途で使うっていうことをよくやっています。でこれは先ほど見せたジョン・ローズっていうバイオリンの方がプロジェクトでワイヤレスのサッカーボールを作りたいっていうことだったので、ワイヤレスのジョイスティック、ゲームパッドを買ってきて、それを中を開けて加速度センサーを間に挟んで、それでボールを切って中に電池と充電用のプラグとスイッチを入れて、またボールをノリでくっつけて、で最後にああいう形で完成。これは本当にもうヨルヘンの典型的な最後の流れです。で最近ではやはり Wii コントローラーっていうのが、加速度センサーがついててワイヤレスだっていうことで、これが3000円4000円で買えるっていうのは、僕らのところで自分たちで開発するよりも非常に安く手に入るので、これを使って作品に使っアーティストに勧めたり、作品に自分たちインスタレーションに使ったりしてます。でもう一つ僕が担当しているのがスタンのコンサートシリーズです。これは月に 1,2 回行われて、アムステルダム市の女性からお金をもらってやってます。で、市内で唯一のエレクトロアクスティックコンピューター、エクスペリメンタルミュージック専門のライブスペースです。で、またスタイムの歴史が長いですから、非常に昔からライブエレクトロニクスをやってる作家から若い人たちまで多く来るので、できるだけそれを幅広く紹介して、その世代ごとにどういった違いがあるのか、またどういった共通性を持ってやってるのかということを、できるだけこのテキスト化して、プログラムを組みにしています。それからまたレジデンシープログラムとの分離っていうのも、レジデンシープログラムがその作家の作品でプロジェクトの最初のうちのデベロップメントの段階のサポートに、お主眼においてやってるのに対して、コンサートプログラムではもうちょっとそのプレゼンテーションですとか最後の部分のところで、やはり音楽性や演奏性っていうものに重視してやってますので、レジデンシーで来たアーティストがそのままコンサートをやるっていうことは珍しくて、コンサートのために参加を招待しています。だから最後にもちろん僕のバックグラウンド その日本とアジアのアーティストがヨーロッパに来た時にはできるだけスタイムで呼ぶようにして、ローカルなお客さんとかアーティストに紹介するというのも、やってます。で、ここら辺のスライドは早めに来てますが、パメラ・ジーさんですとか、サイン・コーナム・チェラックっていうコーンをやる有名な方ですが、ジョエル・ライアン・ディオですとか、ジェローム・ロッティンガル・メル・マジェッティっていうフランス のテープ、オープンリードのテープを使って演奏する人ですとか、それから僕が、企画しているターンテーブル・ミュージック・ナイトっていうのは、世界中の実験音楽の中でターンテーブルを使って演奏している人たちを呼んできてやるコンサートシリーズです。それからコー・フューラーっていう、オランダを代表するインプロバイザー、電子音楽作家もこのやりましたし、フィルミントン、トーマス・レイ、アクセル・ドナンっていうのも割ともフリーインプロの世界では大御所の人たちも来ました。それからアノトリベラって、これはフランスの新鋭のターンテーブリストだったり、それからこの前にこの DVD さんたちが来ました。で、最後、
なんですが、僕が勤めてますアーティストディレクター、インスピレーター、アドバイザーというポジションについてちょっとお話します。でこれは名前がコロコロ変わるんですけれども、基本的には1年から3年間の招聘ポジション で、そのいろいろプロジェクトや研究やプログラムの方向性に影響を持って、でまたその いろんな分野からいろんな人が来てます。でまあ、なんでそういうシステムを取っているのかというと、やっぱりその新しいシーンやネットワークとのつながりというものがあって、まあ、スタイムはこの40年間の間にこれだけアクチュアルな形でいろいろシーンと関わりを持てたのも、こういった違う人たちを次から次へと招待してきたというのが一つ大きな要因だと思います。で過去には宮本教授の先生だったクレアス・バルローですとか、コンピューターとインプロビゼーションの第一人者であるジョージ・ルイスとか、それからジョージ・ルイスと共にウィルカムから当時一緒に来たジョエ・ライアンで、現在でもオランダで、スタンブルにいますが、彼もエヴァン・パーカーと一緒にやったりして、そのライブエレクトロニクス、ライブプロセッシングという分野が本当に第一人者の一人です。で、後で、話をするクコリンさん。それから、フランスさんも先ほどおっしゃったスタイナル・スルカ。彼女も90年代にライブビデオプロセッシングという分野の中で非常に大きな影響を持って、スタイナルで2つのソフトウェアを残してきました。それからメディア学者で、本当にニュージーランド出身で、現在 UK のニューキャッスルのカルチャーラボというところで所長をやっていたイジェン・ノーマン。そしてまあ、コンピューターミュージック第二世代と言いましょうか、ダニエル・ショルノと有名なネットスカーですけど、NATO で知られる方もいました。で、一昨年までは、ヤン・ベルナー、マソン・マーズの方をですね、いて、彼もまた非常に、新しいシーン、もっとエレクトロニカですとか、ポップなシーンと の橋渡しの役割をしました。で、去年から2007年度からは、初の試みとして、まあ、3人を、アーティスティックアドバイザー、ディレクターとして、読んで、でそのうち2人はオランダではなくて、どこか別の場所で活動の拠点を置きながら、何度かオランダに来てプロジェクトをするという形 で僕はもうその時はスタイムにいたんですけれども、それで、マーゼン・ケバジュというのはレバノン出身のトランペット奏者で、彼は今フリープロのシーンで非常に活躍している方です。それから田中さん、ソニー、パリのソニーラボに、夏まで、去年の夏まで行って、現在はニューキャッスルで新しいメディアバッカーを追って教えているんですね。それと僕で3人でやってました。それで今年は引き続き、まあ、似たような形で僕とそれからティナ・ブレーンというアメリカで、コラボレーションのためのソフトウェアですとか、子どもたちのためのインタラクティブな環境をデザインしてきた方と、タレッカ・トゥーリというレバノン、彼もレバノン出身のラップトップアーティストなんですが、彼はレバノンの中のパレスチナ人の難民キャンプで、子どもたちのためのマックスとジッターのワークショップをやっています。世界中をいろいろ飛び回っている非常に面白い方です。で、スタイムの、まあ、2008年度以降の予定といいますか、ディレクションなんですが、まあ、先ほど今紹介した2人の影響もあって、その子どもたちのためのワークショップ、そのいかにこうした電子音楽ですとか、インターフェースデザインっていうのを子どもたちのために活かせるのかというものですとか、それから音楽家作曲家研究者の国際的なハブとしての機能で、まあ、それにつながる形でコラボレーションレファレンス、教育としてのフィジカルの場、そうしたネットのコミュニティと対応する形で実際に人が来れる実際の場所としての機能、それから電子音楽のアンサンブルワークショップ、これは
あのこれから電子音楽家が一緒に演奏するっていうことはどういうことなのか、ソロやデュオっていう形はもういっぱい見てきましたが、これからもっと大きなグループでラップとミュージシャンや電子音楽家っていうのは一緒に演奏するときにはどういったルールですとか、どういったコミュニケーションシステムでやればいいのかっていうものを追求。それからスタイムジャンボリーっていうのは小さなフェスティバルで一昨年に迎え開催したんですが、それをまた今年の終わりに行っております。で最後に、来年2009年はさらに40周年なので、それの、記念イベントとパブリケーションを、行います。で最後なんですが、僕が主に興味を持って持っているテーマについて、簡単に紹介しようかなと思っているんですけれども、エンボディメント インエレクトロニックミュージックって書いたエンボディメントの、日本語の訳がちょうどいいのがあまりないなと思ったんですけど、身体化とか内在化等でも訳せるんでしょうか。で、僕が自分も音楽家として非常に興味があるのは、新しい電子音楽っていうのはいかに身体化できるのだろうかということです。で結局こういったセンサーですとかテクノロジーを使うのも、その現実世界の現象をコンピューターの力を借りて ある形にする、そのプロセスの中で、ですからアナログからデジタルに変換されて、そしてそのデジタルのデータがプロセッシングされて、またアナログに変換するっていう、その過程っていうのをいかに縮められるか、もっと具体的にはそのパフォーマンスの時間内でいかにこうそれを表現性のあるものを、リアルタイムというかリアルなものにするかっていうものに非常に興味があります。で、そういったジェスチャー、センサー、インターフェース、コンピューターっていう、ある意味複雑化してるけど、テクノロジーの発展によって単純化もしているプロセスの中で、では私の音楽性っていうのはどこから発生しているのか、どの部分に力を入れたらいいのか、どの部分にアーティスト自身が関われば、その新しい音楽性ですとか新しい表現を得られるのかっていうのは、僕の考えではやはり一つや二つではなくて、総合的なものだと思うんですが、それから、やはり、僕がもともと DJ っていうのもあるんですが、そのプレイっていうものが、演奏っていう意味だけではなくて、やはり再生、文字通りの再生っていう意味を持ってまして、これからサンプリングなど、サンプルを使って、その録音メディアを使ったものの演奏性っていうのはどうなのか、その録音メディアを再生するっていうのがいかに、表現を豊かにできるのか、その表現性を持って再生するっていうのはどういうことなのか、それから、身体的記憶、電子的記憶、文化的記憶、アルゴリズムっていうのは、こういったさまざまな記憶のメカニズムっていうのを我々のこれから使う道具っていうのは含まれてきますが、そういったものをどうやって活かして表現できるのか、それからインプロビゼーションの問題、そういうもので、伝統的な楽器のようにインプロビゼーションを理解できるのか、それからコーディングシステムデザインアップデートを音楽的化、これはもうテクノロジーに関わっている人たちは常に、この葛藤はあると思うんですが、やはりシステムがアップデートされたときに自分のツールっていうのは全部一新すべきなのか、そこで古いシステムを取っておいてそのまま使うのか、でこれがもし音楽的に非常に必要な技術であれば、それはじゃあこれからの音楽的なディシプリン、教育の一つとして組み込まれるべきではないのか。で、最後に、アーティスト、エンジニアっていう二項対立から、アーティストプラスのリッチベースコミュニティっていう形で、これから新しいツールなどを作っていくのが、もっと、コンテンポラリーな形ではないのかということです。で、最後になったんですが、僕のライブのセットアップについてちょっとデモンストレーションしたいんですが、僕はターンテーブル、DJ ミキサー、それからスタイム USB インターフェースと MAX MSP を使っています。で、一番中心になるモジュールっていうのが、カットインプレイという
リズミキサーについているクロスフェーダーをトリガーに使ってターンテーブルの音をサンプリングして再生するものです。非常に簡単なものなんですけど、フェーダーが空いている間はサンプルをバッファーに録音して、それでフェーダーが閉じている間はそれを再生するというものです。でちょっとデモンストレーションをしようと思います。システムとのインターフェースっていうのは一番重要なのがただのスイッチだったっていう、オンとオフだったっていう、僕自身も驚いてるんですけども、実際この分野で活動してるとそういうことが意外に多くて、非常にシンプルなところからその組み合わせやそれの捉え方によって何倍もの結果が得られるっていうのが僕の発見です。以上で。